ハマウズ・マサシは、日本の作曲家、編曲家、音楽プロデューサー、映像作家、デザイナー、フォトグラファー、DTP デザイナー、脚本家、ドイツミュンヘン出身、イマットのメンバー。元、スクウェア・エニックス所属。1971年、両親の留学中に、ドイツミュンヘンにて出生。父は、声楽家のハマウズ・アキラで、 自ら合唱団を主催し、まさしも幼少より同団に所属していた。1991年、東京芸術大学音楽学部声学科に進学。1996年に、スクウェアに入社、ファイナルファンタジーシリーズ、サガシリーズをはじめ数々のゲーム音楽を担当。2009年前編担当した、ファイナルファンタジー13の音楽では、世界的な評価を受け、 サウンドトラックもオリコン初登場サインを記録。ヨーロッパ、北米各国でのオーケストラコンサートシリーズにも作曲、編曲で参加している。2010年に大社、フリーランスに活動の場を移し、自身の個人事務所モナムジークを設立。現在はゲームだけでなく TV アニメ、劇場アニメ、CM、ウェブサイトなどの音楽制作も手掛け。 オリジナル作品も多数発表している。2015年に1月5日にモナムジークを株式会社化し、取締役に就任。映像作家でもあり、2019年に発表したミュージックビデオ暗殺したい。では、監督、脚本、絵ンテ、VFX を手掛け、US ハリウッド、インターナショナルゴールデンフィルムアワードをはじめ、数多くの映画祭で最優秀賞。 ファイナリスト、ノミネートを獲得している。またアイヌ、ウィルタなど、北方少数民族の研究、フィールドワークを行うなど、音楽以外での活動領域も広い。2011年に、ボーカリストのミーナとユニットイマートを結成、国内外でライブやイベントを多数展開している。イマートでは、デザイナー、フォトグラファー、映像作家としても活動しており、 アルバムジャケットやパンフレット、カレンダーなどの撮影、デザイン、編集もほぼ全て自身で手掛けているほか、ミュージックビデオも自ら制作している。ステージでは舞台演出、振り付け、脚本等もこなしている。ありがとうございます。